皆さんこんにちは、キャスター TV の小林です。中橋です。はい、今回はですね、参考書比較なんですけれども、今まで結構たくさん扱ってきた送信のレベル別問題集の英文法ですね、こちらとあと応文社の全レベル問題集の、英文法のやつ、この2つがかなり似ているということで、今回はねこの2つを比較してみたいというふうに思います。で、これからですね、センター試験から今年から共通テストに変わりまして、いわゆるこう文法問題、ストレートに聞かれる文法問題というのは、共通テストでは出なくなりました。もちろん次第とか国立の二次試験で問われる部分はあるんですけれども、やっぱりこう大事なことは自分に合ったレベルでピンポイントで知識を身につけておくっていうことが、これまでも大事でしたけど、より一層ね大事になってくると思います。なのでこういったレベル別でもやれる問題集というものの価値がおそらく高まってくるんじゃないかと思いますので、今回はねそういった意味で受験生の方も、これから勉強を始める高1高2生の方も参考になるんじゃないかなというふうに思います。まず最初に2つの参考書の情報について聞いてみましょう。はい、まず全レベル問題集なんですけれども、こちらは先ほどおっしゃっていただいたように応文社さんから出ている、もので、あと著者は国士舘大学の教授の方が書かれています、はい、レベルは1から5までで全て990円です、はい、当時に関しては著者は安河内先生ですね、有名な先生です、で、あとはレベルがですね1から6までで、1と2が838円、で、3以上が880円になっております、はい、ほぼ値段変わらないですけど、若干投資の方が安い感じですね、はい、まずじゃあこの2つの本の共通点について教えてください。はい、こちら両方ともですね英文法の、ドリル形式になっています。なので、基本的に説明中心というよりはどんどん問題を解いていくような形式ですね、で、全レベル問題集のレベル5と答申のレベル6を除けば、基本的に2ページ大まかな説明があって、その後大体問題演習っていうような流れになっております。はい、じゃあ逆に今度2冊の違いについて聞きましょうかね。はい、でここからなんですけど、ちょっと一つだけ注意事項があって、全レベル問題集のレベル5と、答申のレベル6に関してはちょっとこちらから省かせていただきます。っていうのも、この2つだけは入試レベルの問題集になるので、割とちょっと他とだいぶ形式が違うので覗かせていただきます、はい、じゃあ最初にまずレベル分けですね、こちらについて見ていきましょう。そうですね、レベル分けなんですけれども、先ほどお伝えしたように全レベルに関してはレベルが5まで、で、答申に関してはレベルが6までになっております。で、両方ともなんですけれども、高校入試レベル、高校に入る前のレベルからですね、やってくれる上に、最終的なレベルだと、超難関大学のレベルまで、揃えられておりますあとはですね、全レベルで、1少ないっていうのはどういうことなのかっていうと、答申でいうところの1と2が、両方ともくっついちゃって、全レベルの1になってるっていうような印象です。なので中学レベルから若干怪しいなっていう人は、答申の方がいいかなっていう部分はこちらありますね、はい、1から丁寧にできるということですね。はい、はい、じゃあ次問題の数ですね、こちらについて見ていきましょう。はい、問題数に関しては全レベル問題集が21問セットで、12回分、であとはまとめの問題が最後20題もしくは30題あります。なので、合計がだいたい272台か282台ぐらいになります。でそれに対して答申っていうのは、20台のセットが、10回分あります。でそれにプラスで中間テストっていう形で3回分、15台ないしは20台のテストが含まれていて、合計は245台もしくは260台になっています。若干全レベルのが多いかなっていうような印象ですね、はい、とはいえ冊数に関して言えば答申の方が多いので、合計問題数で言うと答申の方が多いかなっていうような印象です、はい、いや実際テキストの中身ですね、こちらいかがですか。はい、で、問題の配列がまずちょっと違っていて、全レベル問題集は、簡単な問題が6題やった後にちょっと難しめの15題で合計21問っていうセットになってます。でそれに対して答申っていうのは、問題の難易度がランダムに並んでいる20題になっています。はい、でその問題の中身はどうですか。で、問題の中身は、全レベルは4択問題とあと正序問題しか基本的にないんですけど、答申に関しては、ここに正誤問題が加わってくるような印象です、なるほど。他にはどうですか。そうですね、あとは、先ほどちょっと話が出てきたんですけど、テストの配置が若干違います。で全レベルに関して言うと、テキストの最後末尾に、ランダム形式のテストが、20台もしくは30台一つだけあるような感じです。ただ、答申に関して言うと、レベル1、2では、15問、レベル3、4、5では20問のテストが、3回から4回に1つなので、合計3つテストが入っているような形です。こちらもですね、それぞれの範囲からランダムに出題されているような形式です。はい、他に何か違いってありました。これなんか、答申にだけあるものが一つだけあったんですけど、単語熟語リストと会話表現のリストが答申にだけは最後ついてます、で赤シートで隠して覚えられるようになってるので、おまけというか、便利かなっていうような印象ですね。はい、ありがとうございます。
まあ、じゃあ実際どっちを選ぶかというところなんですけれども、はい、まずじゃあ中橋さんのご意見を聞いてみましょうか。そうですね、正直、まあ、どっちがおすすめっていうのは僕はあんまないんですけど、まあ、どっちかっていうと更新を進めることの方が僕は多いかなっていうふうに思ってます。うん、それなんでですか。まあ、レベル別をやらせる子ってそもそも英語の勉強ちょっとおろそかになってきちゃった子が多いじゃないですか。学校とかでネクステとか配られてちょっとやってこなかったみたいな子が多いので、はい、まあ、早く完成させたいんですよね。でしかもやってきてない子なんで大体当時のレベル1から若干怪しいんですよ。はいはいはい、なので、まあ当時のレベル1やりたいなっていうので入ってそのまま流れで、まあ、レベル3とか4とかまで当時をやらせるっていうケースが多いかなって感じですね。なるほどですね。僕なんかはそうですね、まあ、どっちも別にこだわりはそんなに強くないんですけどまあ自分がずっと持ってたのが東進の方だったんで、まあ、どっちでもいいけど東進でもいいよみたいな感じで結局東進になってたみたいなケースが多いかな。ただね、たまにあの全レベル問題集派の人がいるんですよ、まあ、私の知り合いのその教育業界の方でも、いや絶対に全レベル問題集の方だという方がいて、まあなんかいろいろ話を聞くとやっぱりこうちゃんと最初に簡単な問題があって、その後まあ演習題みたいになってるんで、まあこう何ですか、まあチャート式じゃないけど、ああいうちょっとこうまあステップが分かりやすいっていうのがいいのかなと。当時にある種こうランダムなんで、どこにこうどの問題が関係福祉のやつどれだっけみたいな、こうあんまりこう秩序だってなかったりするので、まあそういったところとかですかね、あえて言えば全レベル問題集の方がいい点とすれば、うん、ただまあそうですね、多分こう周りが持ってるとかそういうので言うと多分東進持ってる人の方が多いので、まあ生徒さん的には東進の方が手を出しやすいのかなっていう印象は個人的にはありますね。そうですね、はい、まあただ全レベル問題集だとダメで東進だといいってこともないし、多分その逆もないんで、まあ好きな方を使ってみるのがいいかなというふうには思いますね。はい、であと僕ちょっと実はこの2つ両方共通して使い方に注意事項があるなと思ってて、うん、はい、結局はドリルなんですよねこの2つって、はいはいはい、ドリルなので全く分かってない子は厳しかったりはすると思うんですよね、うんうんうん、なので、まあ、大体関先生の世界一分かりやすい文法の講義とか、あとポラディスとかエバーグリーンとか、うん、まあ、こういったものを持ってある程度調べられる環境でやっていくっていうようなことが重要になってくるのかなっていうのは思いますし、あとはやっぱりよく言われることですけど、演文法なんで答えだけ分かってもしょうがなくて、説明文とかまで全部言えなきゃいけないし、あとはまあ同様に選択肢見ないでも分かるぐらいまで落とし込まなきゃいけないというか、僕もこの間あのちょっといろいろテストとかやらせてみたら、うん、あのどうしても4択とかだと分かっても、うんうんうん、書かせるとできないっていうのは結構あるんですよね。その辺も含めてあのうまく使ってみることが大事かなとは思いますね。実際にあの問題集だけでやってもあの分かんないので、さっき言っていただいたように、まあ、授業を使うとかササプ使うとか、まあ、他の参考書を使うとかで組み合わせた方がいいかなと思います。まあ、ただやっぱこれからまあ共通テストになってくるので、その文法の重要性ですよね、これがやっぱりこう落ちるっていうのは間違いはないことなんですよ。あの英語と言語として文法がどうでもいいってわけじゃないですよ、そう勘違いしないでほしいんですけど、単純に入試問題で出る得点の配点率とか、皆さんが実際入試を受けるときにいくつ文法問題に何点分出会うかという観点で見れば、まあ、当然重要度は下がってるんですね。なのでそういう意味で言うと、まあ、僕はある程度文法の参考書とかしっかりやる必要あるけど、演習をするときにやっぱこうネクステとかであれ丸一冊ゴリゴリやるというよりは、まあ、レベル別とか、まあ、全レベル系の問題集を、まあ、1冊か2冊しっかりやって、まあ、少なくとも志望校はそれがあれば大丈夫だよという段階でとどめておくという勉強法も一つかなと思います。はい、むしろこの文法に今までって結構時間割いてる受験生多かったじゃないですか。そうです、むしろあの文法問題は一旦置いといて、構文とか、まあ、あとは何ですかね、読解、こういったところに時間を割くことで、早くいかに早く読解ができるようになるかってところの方が、まあ、これからまあ受験に効いてくるかなと思うので、ぜひ、まあ、ね、そちらに力を入れてほしいなと思います。まあ、その意味でも、まあ、早期にね文法を終わらせるためにうまく、まあ、全レベルとか当時のレベル別を使ってみたらいいかなというふうに思います。はい、あとまあただ個人的に言うと、あの一番上のレベルは僕あんまおすすめしないですかね。あんまりこれやり込んだところでっていうのもあるし、 そうですね、そこやり込むなら志望校の過去問をやり込んだ方が形式的にも同じものだしっていうのはあるので、まあ僕も当時のやつやらせますけど、大体やらせたとして1から4ぐらいですかね。そうですね、僕も両方上2つはやらせないことが多いですね、うん、ですね。なので、まあ、こういったところも参考にしていただければというふうに思います。はい、というわけで今回はですね、全レベル問題集と当時のレベル別問題集を比較させていただきました。これからもね、いろんな参考書を比較していきますので、ぜひご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。